爆弾発言してもいいですか。今週モンスターハンターワイルズの体験版が来るかもしれません。いや来るしょ、来るよね、いや来るよこれきっと。10月23日23時よりモンスターハンターワイルズショーケースが配信されます。ショーケースの内容はプロデューサーの辻本良三さんから最新のゲーム情報をお届けしますという内容なんですね。で、生放送とかではなくて、すでに録画しているものを配信するという感じなんですが、いや、今更何やるかね。今更何やるかね。最新情報をわざわざショーケースとしてやるとしたら、新しい武器です。ありえそう。ありえそうだな。それはそれで、なんかちょっと楽しいし、ワクワクするよね。新しいモンスターです。いや、来そうだなっていう気もするし、いや、でもその辺の情報だったら、まあもう日々発信してたりするじゃないですか。改めてショーケースでやる内容って何なんですかってなったら、体験版の配信でしょ。まあ、モンスターハンターはね、ワールド、ライズ、どちらも体験版が配信されてますから、可能性としては非常に高いですよね。それこそ、東京ゲームショーでプレイできたものを体験版として配信する可能性は十分にあり得るわけなんですよ。このショーケースで発表されて、おそらくその翌日、木曜日、あるいは金曜日、あるいは土曜日、まあ、週末に向けてかな。きっと配信するんじゃないかなと思います。皆さんはどう思いますか？どうも皆さんこんにちは。ケンジチャンネルです。いや、これは目が離せませんよ。目が離せません。あるいはなんか他にみんなが、わっと驚くような、サプライズな、ね、情報なんかあるかな？あ、ひょっとして、完成がちょっと早まったので、発売日1週間前倒ししますとか言い出したら、ちょっと待って待って待って。龍が如く8外伝が、モンハンと発売日被っちゃったからつって、一週間前倒ししたわけなんですから。ね、横山さんも、その後ゆっくり狩りに行ってくださいって言ってたのに、それ追っかけてくるように、発売日ずらしちゃダメですよ、モンハン。っていうかね、モンハンとかね、もうビッグタイトルに関しては、事前にね、各ゲーム会社にね、発売日をね、事前に知らせておいた方がいいですよね。そういうこと起きちゃうんで。まあ、とかってね、なんとなく思っちゃったりするわけなんですけれども、まあまあまあでも楽しみ。楽しみですね。カプコンといえばですね、ちょっと先日新しい連絡が来まして、私に。X で私に連絡が来たんですよ。いや、それ全世界の発信じゃんって思うかもしれませんけど、あれは私向けの発信ですね。バイオハザード RE4 が売り上げ800万本を超えた臭いですね。超えた臭いですね。800万人を超えるエージェントの皆さんへ心から感謝を込めてという形でイラストが投稿されておりました。まあこれは800万も売れたよっていうことで間違いないかと思います。バイオハザード RE4 の売り上げはね、これからもガンガン伸びていきそうですね。ゲームの出来としてはですね、バイオハザードシリーズで一番売れる一本になってもおかしくないんじゃないかなとは思います。現段階ではバイオハザード RE2 が1420万本を売り上げてバイオハザード史上1位になってるんですよね。その次が1370万本でバイオハザード7となっております。バイオハザードビレッジも1000万本以上売れていたりと、ゲームは昔が良かったじゃないんですよ。バイオハザードは今が黄金時代なんですね。すごいですよね。もうさあ、私が子供の頃からあるゲームが今新しいゲームがいっちゃ売れてるって、もうほんとすごい、ほんとすごい、ほんとすごい、ほんとすごい。というわけで今日の動画なんですが、ここ1週間ぐらいのゲームのニュースや話題で気になったもののお話をダダダダッとしていく、そして画期的なオーグリションだ。オーグリションもバイオハザード好きだ。僕はそういう人間だ。カプコンもこうやってマイルストーン到達の報告としてイラストと一緒に投稿しておりますけれども、 X へのイラスト投稿って今後どうするんだろうね。こういう公式なところは X いろいろ仕様変更で結構話題になってたじゃないですか。一つはまあブロックの仕様が変更されるっていう内容と、もう一つは X のサービス利用規約の中で X に投稿されたイラストとかは AI の学習に利用しうるよっていうようなことが記載されるようになったということで、今後 X にね、イラストとかを投稿してしまうと AI に食われて学習されて、まあ、使われてしまうんじゃないかっていう懸念があると。まあ、細かくお話しすると、もうちょっとごちゃごちゃごちゃっといろいろ細かい内容があるんですけれども、まあ、結構前の話題なので、その辺は一切合切細かいことちょっと今回説明しませんけれども、気になる方はご自身でググってみてくださいなんですが、例えば、任天堂がポケモンのイラストをどんどん投稿すればするほど、まあ、その辺学習されまくっていって、ポケモンっぽい絵をね、
生成技術で作ろうと思うと精度が高いものができちゃうとか、そういうことが起きてしまうわけですよね。もうすでにポケットペアがやっていたように、やっていたように。いや、そしたら公式がイラストを投稿しなくなるだけですよってなるかもしれませんけど、ゲームのスクショとかを結構やっぱり投稿する人多いじゃないですか。だからゲームにおいてはさ、 AI にそのイラストとかデザイン食われちゃうのも避けられない感じになってきますよねってなったら、ゲーム会社も自分たちのでなんかこうアイデンティティ的なものを守るために SNS にスクショ上げないでくださいとか、そういう時代がやってくる可能性ってどうなんでしょう。考えすぎなんでしょうかね。まあでもあれか、 X に投稿しようがしまいが、オンライン上インターネット上にある画像なんてまあ全部食われてる可能性があると考えてもいいのかな。今更 SNS に投稿するしないでどうこうっていう話じゃないのかもしれませんよね。まあただね、その AI が生み出すものに対しては今のところね、まあまだ賛否が分かれているところでもありますので、まあ今後どのような流れになっていくのかなっていうところに関しては結構気になるところだったりもしますよね。まあなんていうゲームと関係があるのかないのかよくわからない話をしたんですけれども、続きましての話題なんですが、 PS5 で発売されておりましたスパイダーマン2パソコン版が発表されました。Steam Epic Games Store 向けに2025年1月31日発売だそうです。スパイダーマン2はですね、2023年10月に発売されておりましたので、発売から早1年経ったんですねといったところでパソコン版の発表となっております。プレイステーションのゲームはね、シングルプレイのゲームは基本的に PS5 で出たその1年後ぐらいにパソコン版が発表されるみたいな流れになってますが、スパイダーマン2も同じような流れを組んでおります。まあ一方でヘルダイバー2みたいにマルチプレイのゲームとかに関してはパソコンと PS5 同時展開されている例もあったりしますけれども、あっと、コンコードも確かそうでしたね。まあ終わっちゃいましたけれども。パソコン版が発表された一方で、スパイダーマン2にストーリーを追加するような DLC は今回否定された形となります。海外のプレイステーションブログの方ではこんな風に記載されてるみたいなんですよ。マーベルスパイダーマン2では追加のストーリーコンテンツは予定していませんが、ニューゲームプラス、新しいスーツやカラーバリエーション、フォトモード機能などこれまでにリリースした発売後のコンテンツを全てパソコン版に導入できることを嬉しく思います。という風に記載しているみたいなんですよね。まあ、ひょっとしたらですね、待ってた方もいらっしゃるのかもしれません。ちょっと残念なところではあるかもしれませんけれども。まあ、ただね、インソニアックゲームズは常にいいゲームをずっと作り続けておりますので、次の新しいゲームにね、ちょっとリソース割いてもらった方がひょっとしたらいいんじゃないかなっていう気もします。まあ、普段パソコンでゲームする方はね、ぜひスパイダーマン2遊んでみてはいかがでしょうか。来年の1月登場です。スパイダーマンシリーズもね、プレイステーションでめちゃめちゃ売れてるゲームですからね。めちゃめちゃ売れてるゲームといえば、意外すぎるこんなゲームがこんなに売れてました。 It Takes Two が売り上げ2000万本を超えたとの報告がありました。いや意外じゃないな、意外ではないですね。だってこのゲーム2021年のゲームオブザイヤーですから、こんだけ売れて全然意外なはずがないじゃないですよね。いやでもこのゲームって必ず2人協力じゃなきゃ遊べないっていう少しニッチなジャンルのゲームでもあるんですよね。だから2000万本売れたってことは、すなわち4000万人が遊んだっていうことになりますよね。なんかね、発売から1年ぐらいで500万本の売り上げだったんですよね。後半の追い上げすごくね。まあ、セールで販売してたり、まあ、様々なアップデートが行われたりすることで、さらにユーザーを呼んでいったということなのかもしれませんね。いやでもね、Steam のね、同時接続数がね、3万2000人ぐらいがピークなんですよね。いや、わからんもんだね。なんかその、そんだけ売れてるゲームだったら、同接もっと上がってもおかしくなさそうかなぐらいには思っちゃうんですけれども。いや、でも発売から3年とか経ってるゲームで、今なおね、1日のピークが1万人を超えてるゲームですから、まあ、確かな人気ということなのかもしれません。私？いや、私プレイしてませんよ。一緒に遊ぶ人がいないですから。一人で2つのコントローラーをこういじくるっていう、桜井さんスタイルっていうのもありかもしれませんね。ド M スタイルだ、ド M スタイル、それはよ。いやーでも意外なゲームが売れるといえば、今年はでも本当にたくさんの意外なゲームが売れまくりましたよね。いや、例えばパルワールドだとかさ、あとはブラックミスウーコンもめちゃくちゃ売れました。まああれは意外ではないかもしれませんけれども、でも売れた本数は意外かもしれませんね。2000万本超えてますもんね。
売れすぎっていう意味で意外なのかもしれません。そんな超意外な2024年のゲームの売り上げ動向、とりわけインディーゲームの市場について、ロンドンのゲーム市場リサーチ機関でありますビデオゲームインサイトというところがレポートを公開しております。そのレポートによると、今年最も成功したインディーゲームはブラックミスウーコン、ついでパルワールドとなっておりまして、いやでも今年ね、インディーゲームすっごい豊作な1年だったんですよ。3位はマナーロード、4位はエンシュラウデッド霧の王国、そして5位はコンテントワーニング。売上本数はここに記載されてるんですが、黒神話悟空が2000万本、パルワールドも同じく2000万本で、マナーロード300万本にエンスラウデットも300万本、いやどれもめちゃくちゃ売れてますよね。一応売上本数に関してはここの調査会社が独自の中継方法で推測しているということなんだそうですが、いやでもパルワールドとウーコンが桁違いに成功しちゃってますよね。発売から1年以内で2000万本売れるゲームってめったにないですからね。そんなゲーム、そんなすごいゲームが今年2本もインディーから出てきてるって、ちょっとすごすぎないですかね。いや待って、ブラックミスウーコンってインディーゲームなんかね。ブラックミスウーコンはトリプル A ゲームだし、インディーでもないんじゃないかなぐらいには感じちゃいますよね。インディーゲームの定義っていうのは結構曖昧だったりするので、なんかこう組み分けするのがやや難しいところもあるみたいなんですが、この調査会社でありますビデオゲームインサイトに関しては独自の定義を設けてるみたいでして、インディーゲームでトリプル A じゃないゲームってどんなものなのっていうところなんですが、まあ、独立系のスタジオであり、なおかつ予算がトリプル A ゲームに及ばないものっていうのをインディーゲームとして定義してるみたいなんですよ。予算がトリプル A に及ばないもの、果たしてトリプル A ゲームの予算ってどれぐらいなのっていうのはゲームによってまちまちだったりするんですけれども、その辺も独自で線引きしてるみたいで、開発費が1億ドル以上を超えたらトリプル A ゲームとみなしてるみたいです。じゃあブラックミスウーコンって一体開発費いくらだったのっていうところなんですが、ブラックミスウーコンは制作費が約7000万ドルというふうに報告されてるみたいなんですよね。でも日本円にしたら予算100億円ぐらいですよね。あのゲームそんなに予算かけてたんだ。いやそうだよね、あれだけの規模のゲームですもんね。はっきり言ってトリプル A ゲームといっても遜色ないんじゃないかなと私は思っているんですけれどもね。まあそんなわけで、今年とんでもないねインディーゲームがドロンとねたくさん出てきたということもあって、インディーゲーム市場、2023年ってだいたい27億ドルぐらいの市場だったんですけど、今年はもうすでに40億ドル市場となっておりまして、今年まだ終わってないのにですよ、今後もまた伸びていくでしょう。比較的そのゲーム業界全体でいうと横ばいになっている感じが多い中で、インディー枠だけで見ると非常に大きな成功を収めた今年1年となっているようです。まあたまたま強いゲームが出たからっていうだけのことかもしれませんけれどもね。でもね、スチームにおける総売上の中でインディーゲームが占める割合って実に 48%、 半分近くがインディーゲームなんですよね。まあ、今年人気が出たインディーゲームたちっていうのを見ると、ほとんどが Steam の上位の売り上げをね占めていたようなゲームたちばかりですからね。なんかこう大規模なゲームを作っていくのが持続可能じゃないと言われる中で、こうやって人気が出るインディーゲーム、ここにゲーム業界をさらにね大きく広げていく活路、きっかけ、チャンス、ヒントがあるのかもしれませんね。まあなんていうちょっとややこしい話でしたややこしい話でした。続いての話題行きましょうか。いや、これ見て、皆さんこれ。ああ、任天堂64ですかって思うかもしれませんけれども。いや、まあそうなんですけれども、これ非公式の互換機となっておりまして、アナログ 3D というゲーム機なんですよね。10月22日から予約受付開始されるそうです。これね、海外のアナログっていう会社が作っているんですけれども、過去にね、アナログポケットっていうのを作っていて、ゲームボーイの互換機なんですよ。いや、でもこの互換機すごくって、いや、めっちゃおしゃれじゃないですか。で、これパネルがですね、LED パネルになっているみたいでして、めっちゃ画面も綺麗だったり、ね、ゲームボーイってほら、ちょっと画面動いたらめっちゃ残像出るじゃないですか。あの辺も全然なくなってたりとか、それだけじゃなくて、なんかアタッチメントを買えば、
ネオジオポケットとかゲームギアとかそういったやつらも動かせちゃうすごいやつらだったんですよね。ね、欲しいです欲しいんですけど、今日本で売ってる分ってめっちゃ高いんですよ。6万ぐらいしちゃうので、多分定価だとそんなにしないんですけれども、なんかね、予約してから発売までめっちゃ時間かかるタイプのやつなんですよね。まあ、ちょっと話ずれちゃいましたけれども、まあ、そんなすごいやつを作っていたアナログ社が、Nintendo 64の非公式互換機アナログ 3D の予約を開始したと。ね、64に思い入れある方は思わず欲しくなっちゃうんじゃないでしょうか。あの、独自のオペレーティングシステムが開発されていて、プレイしたゲームのセーブデータを取っておくこともできますし、撮影したスクリーンショットを管理できたりだとか、コントローラーのボタンマッピングなども行えるんだそうです。いやー、これいいなーなんて思うんですけれども、さっき言った通り、あのアナログポケットは予約からかなり時間がかかったんですよね。これもまあ10月22日に予約開始しますけれども、届くのいつになるかわからねえなー、のんびり待つかぐらいの感じの商品になるかと思いますので、なんかその日本で製品を買うのとかとはちょっとだいぶ毛色が違う扱いになると思いますので、ご注意ください。購入の際はね、十分によくよく調べてから、ご自身の責任でご購入をお願いします。アナログポケットは私もちょっと機会があれば欲しいな、欲しいな。では続きましての話題です。まあ、今年いろんなゲームの話題がある中で、一番強烈な話題になっていたかもしれませんね。アサシンクリードシャドウズ。いやー、でも今年1年のゲームの話題の中でさ、その悪いイメージが一番の印象に残っちゃうっていうのもなんかちょっと嫌だなとは思うんですけれども、アサシンクリードシャドウズのフィギュア、こちらも物議を醸していたわけなんですけれども、この物議を醸したフィギュアが販売中止となりました。このフィギュアを手掛けていたのはフィギュアメーカーのピュアアーツっていうところですね。まあ、海外のメーカーなんですけれども。販売を取りやめた理由としては、配慮に欠けたデザインだったということだそうです。ただし、フィギュア自体の発売を取りやめるのではなくて、一旦白紙に戻してやり直すということだそうです。なので、また新しい形のデザインを作って、フィギュアを販売するんじゃないかと思われます。ちなみに、このフィギュアのデザインのどこが物議を醸したかと言いますと、この鳥居ですね。まあ、色自体は赤く塗られておりますけれども、これを連想するとしたならば、長崎県の山王神社にある一本柱鳥居でしょうか。一本柱鳥居はですね、原爆の投下によって残された鳥居となっておりまして、まあもともと鳥居が4つあって、山王神社は爆心地から800メートルのところにあり、4つあった鳥居の2つは倒壊し、2つ残ったんですけれども、そのうち1つはですね、交通事故で撤去され、最後に残った鳥居がこの半分の鳥居となっておりまして、まあその原爆の悲惨さとかっていうのを現代に語り継ぐその象徴のようなものになっている。原爆ドームとかと同じような感じになっているわけですよね。まあそういったものを、まあ、フィギュアとして商業的に使用するっていうところに関して配慮に欠けているとして、非常にね、あの批判の声が上がった、フィギュアとなっておりました。まあなんかこういった一連の流れを見る限り、おそらくその監修の目が多分行き届いてないんだろうなっていうのはなんとなく感じますよね。まあ多分あの作った人たちも一本柱鳥居を認識して作ったのか、たまたま一緒だったのか、あるいはなんかチラッと見たことあるそのうっすらとした記憶で、その鳥居がどんなものなのかっていうのを、まあ、調べることなく作ったのかもしれませんしね。まあ、本来であれば監修が入って、これはまずいんじゃないのかってなるところを、まあ、そういった監修が行き届かないまま、このままね、製品の形になって出てきてしまったのではないかと思われます。まあ、なんていうところを考えると、ひょっとしたら今ね、UBI ソフトの社内になんかこう、いろいろとね、こう、うまくいってない部分がひょっとしたらあるのかもしれませんね。それこそあの UBI ソフトミラノでなんかストライキが起きてたらしいです。まあストライキ自体はね、海外の会社って結構するんでしょ？なんか私ハワイに行った時、ちょうど私が泊まってるホテルの隣のホテルで従業員がストライキやっててなんかサービスがすげえ滞ってるとかね、隣のホテルじゃなくてよかったねなんて言ってた記憶があるんですけれども、日本とかでは考えられないぐらいのまあまあな頻度でストライキとかデモとかを行ったりするっていうのをなんかちょっとその時小耳に挟んだぐらいではあるんですが、UBI ソフトミラノではじゃあなんでまたあのストライキが起きていたかというと、今 UBI ソフトの全スタジオでオフィスへの復帰命令っていうのが実施されていると、コロナ禍以降みんなリモートで仕事することが多かったんですけれども、それによってですね、なんかその家賃が安いちょっと離れた田舎に引っ越した人とかが多かったみたいなんですよね。そういった中でオフィスに復帰しなければいけないっていうのが義務付けられているので、
まあ、それに対するストライキが起きていると。まあでもね、そのオフィス復帰っていう流れに関しては、これ UBI ソフトだけの問題ではなくて、結構ね、他のいろんなゲーム会社とかでも、そういうのが推し進められているみたいです。おそらく日本でも、リモートで仕事してた人たちがもう今は普通に出社してる場合って、はるかに多いんじゃないかなと思います。日本ではそういうの起きなかったのかな？東京でさ、家賃高いところで仕事してたけれども、リモートでずっと家から仕事できるんなら、もうちょっと離れたところに住んで家賃安く済ませようぜみたいな、そういうことって起きてなかった？いや、日本人はやらねえか、それ。多分それやらないね。いつ会社に出社しろって言われるかもわからないから、多分日本人はやらないよね。まあなんかちょっと話はずれてるような気はしますけれども、まあ UBI ソフトでそんなようなことが起きていたということだそうです。まださ、リモートで結構仕事してる人っている？まあ、変な話、会社行かなくてもできる仕事は結構あるよね。結構あるよね。ただ、コミュニケーション、他の人とのコミュニケーションっていう点では、まあ確かにリモートだと、ワンクッションかツークッション置くので、素早いレスポンスを得られないっていうのは、そこちょっと痛いかもしれないですよね。まあ、どんな仕事であれ、ほとんどの場合がチームで必ず動くので、まあ、出社した方が効率はいいんだろうな、とは、ちょっと思っちゃいますね。せや！では続きましての話題です。今ね、ゲームズコムアジアが行われてるの、皆さん、ご存知でしょうか？どこで行われているかというと、シンガポールで行われているみたいです。まあ、ゲームズコムといえば、ドイツのゲームズコムが、世界三大ゲームショーの一つとして数えられておりますが、シンガポールの方はね、割と規模が小さいみたいで、150社の出展者。それはでも結構多そうに感じるんだけれども、来場者はだいたい4万人ぐらいが見込まれているということです。日本の東京ゲームショーの6分の1ぐらいの規模っていう感じでしょうかね。ちなみにカプコンも参加しておりまして、モンハンワイルズとかも多分出展するんでしょうね、プレイヤブルとかで。はい！これで今日一番最初にお話ししたところ繋がりましたね。おそらくこれがゲームズコムアジアがモンスターハンターワイルズプレイヤブル出展の最後なんでしょうね。最後のプレイヤブル出展を終えて、いざ体験版をみんなに配信。はい、決まりました。今週モンスターハンターワイルズの体験版来ます。ここに話戻りました。来なかったらどうすんのかって、まあ謝罪ですよね。平謝りですけど、はい、まあ来ると思います。なんでこんな声小さくなってんの、俺自信ないからなんでしょうかね。来ると思います。楽しみに今週を過ごしたいと思います。というわけで今日の動画はここまでご視聴いただきましてありがとうございました。また次回何かしらの動画でお会いしましょう。じゃあね。